はい、どうもトモキーです。今回はですね、この週刊ミッションについて解説したいと思います。これで紫装備を1個確定で、まあ1週間に1個なんですけども、確定でねもらえます。しかもね、つけたい場所を選ぶことがある程度できる。まあランダムにはなるんですけども、まあ例えばワールドだったら、このパーセンテージ開くと武器がもらえます。ランダムで、武器のところを、週間ミッションクリアして次の週の頭、まあ、水曜日が切り替えなんですけども、水曜日の朝6時、これはねちょっと時間ちょっと前回分かんなかったんですけれども、まあ、朝6時に切り替えだそうです。で、朝6時に、水曜の朝6時になったら、前回の週の、まあクリアしたとこのハテナマークを押す。はい、前回の週ね、まあ、先週、これ、ちょっとね僕もね全部できてなかったんですけども、まあ時間とかね間違えてこの50分の48とかありますよね。ちょっと足りなかったとか あったんで、こういうのもちょっともったいないんでね、ここハテナマーク開いたら何出たかは分かんないんですけども、はい、まあここで一応ね先週の、まあ確認できます。受け取り期限も一応1週間です。水曜から水曜の間で、今週のミッション同時に、まあ今週のミッションも発生します。水曜の6時から、はい。でまあ、受け取り期限があるんでね、一応1週間あって取れなかった紫装備取れなかった場所を、まあ、選んでいくといいかなと思うんですけども、ちょっとこっちで見ますね。パーセンテージを開くと、はい、ここにねずらーっと載ってます。ワールドだったら武器で、協力ダンジョンだったら、まあ、防具とかも入ってます。はい、まあね、アクセも入ってますね。アクセも入ってるんで結構厚い。こちらギルド、はい、これも、まあ、防具入ってます、武器入ってます、あとアクセも入ってます。あと闘技場はちょっとね別物なんですよ。はい、特製、転換石と貴重な錬磨の、結晶が入ってます。あ、特製抽出石も入ってます。はい、なのでここを見てね、まあ、1週間に1回、例えばこれだミスティックキーだったら、細かく解説しちゃうと、ミスティックキーは依頼コインからもらえます。これね1日の上限があって5個、最大で5個です。ちょっともらっていきましょうか。はい、ここのおすすめなんですけども、ちょっと、まあ、ギルドの知り合いにちょっとおすすめも聞いてみたんですけども、この貴重な、祝福の袋、これと、ミスティックキー、この2つをね、まあ、1日上限があるんでね、これをもらっていくといいかなと思います。これ消費するのは、まあ、上の、この、銀色のコイン、これが依頼コインです。でミスティックキーはねマップ上の歩いてたらね丸いマークが出てくるんですよ。はい、今出てるんですけども、真ん中の、丸いマーク分かりますかね。今ね矢印ちょっとつけたいかなと思うんですけども、はい、ここ、その場所に行くと、触れるとこあるんで触ると、はい、深淵100ポイントと貴重な溶皮紙3、これがもらえます。今すごいモンスターに攻められてるんですけど、まあ取るときは、まあ、モンスターのダメージ食らってても、触ることはできるんで、まあ取っていきましょう。これはね結構狙ってというよりは道中歩いてて、自然と、まあマップに出たら取っていくというイメージでいいかなと思います。はい、これでミスティックキーのところ、はい、それがここですね。ミスティックポータルの、まあ週間で1週間で25、やらないといけない。はい、では次レジスタンス依頼、これはですね各町の、結構主要な町だったら大体あると思うんですけども、依頼管理人って言います。はい、こちらから受ける、巻物みたいなマーク今のとこと、まあ、結構ね各町にあるんですよ。はい、ここにもありますね。星影天文台にもあるし、ビエンタ村とかにもあるかなと思います。はい、ここで、まあ、受けて依頼を受けて、はい、ではちょっと依頼管理人、はい、
出てますね、依頼。そして、更新、三角を押せば、まあちょっとね、気に入ったものがなければね、ちょっとやりやすいの、ちょっと簡単に解説すると、まあ、右側にね、オレンジ色で討伐する。これがね、楽です。あと、探す系はね、結構、迷ったり、めんどくさかったりするんで、討伐系、倒す。敵を倒すだけなんで、こういうのを受けていきましょう。はい。1個受けたら、更新できます。三角を押して。はい。で、まあ、最大でね、5個までこれ持てるんで、5個までね、受けやすいやつを受けていきましょう。はい。オーク兵とかね、討伐、収集系。まあ、倒せば出てくるってやつですね。こういうのは。はい。これがここのレジスタンス依頼なんですけども、やりやすいやつが、ちょっとね、まあ、知り合い、ギルドの知り合いに聞いたら、この警備駐屯地。ここの依頼を受けて、今のね、オークとゾンビを倒す。これがね、結構楽です。楽だそうです。はい。僕もちょっとやってみたら、ああ、なるほどなと思いました。楽ですね。はい。はい。次に、ワールドのエリアイベント。これはですね、マップを開いていただいて、まあ、コントローラー、プレイステーションなら、L2 と三角押せば、こうやって出るんですよ。で、ここのね、エリアイベント、この緑のね、やつをね、やっていくと、努力報酬が、増えていくんじゃないかなと思います。はい。この赤いやつはワールドボスですよね。結構緑のは時間で、まあ、12時、3時、6時とかね、はい、決まってます。ボスもね、1時、4時、あと8時だったかな。はい、8時、10時。これ決まってます。あと1時だったと思う。はい、1時ですね。これ、まあ、時間になったら、必ず行った方がいいワールドボス。あと、今のエリアイベントはこの緑のやつですね。これをやっていくと、まあ、クリアしていくかなと思います。はい、では次、協力型ダンジョン。これね、レベル50になったら皆さんね、頑張ってやりだすやつだと思うんですけれども、ですね、まあ、メニュー開いていただいて、協力型ダンジョン。はい。これを左にありますね。レベル20から、悪霊の深淵とかいけるみたいなんですけどね。はい。まあ、解放されるのか。はい。あと、レベル50になったら、まあ、たくさんありますね。これをやっていくと、クリア、まあ、ポイント溜まってきます。はい。で、これが、ワールドボスと違って、倒すのはね、ギミック。なんですよね。仕掛けをいかにクリア覚えてクリアしていくか、そしてその、まあ、敵のギミックを攻略しながら、敵にダメージを与えていってクリアしていきます。はい。では次にギルドですね。ギルド貢献度とか、まあギルドに入ってまずは入ってないといけないんですけども、ギルド貢献度、まあ活動量で決まるのかなと思います。あと資源、これね、資源寄付、これが簡単だと思うんで、はい、ギルド開いていただいて、ギルドスキルのところから行きます。はい。ですね、1時間に、1回復します。寄付可能回数が。最大で10で、まあ、限度で、10回寄付できます。で、今ね、10分の1なんで1回できるんですけれども、まあ、コインとかね、まあ、なんでもいいんで、寄付していくといいかなと思います。はい、それでもう一つのギルド依頼。真ん中辺にね、ギルド依頼あって、ここを見ていくと、今発生しているギルド依頼が、まあ、表示されるんで、これをやっていく。で、これをね、まあ、変更だったり、変えたりするのは、ギルドリーダーと参謀官、ギルドの参謀官のみ変更可能だそうです。それで対決、これがね、まあ、闘技場行って戦うと、これ、まあ、クリアできるかなと思います。はい、これをね、まあ意識して、まあ、クリアしていくと、ここね、パーセンテージの、まあいずれかランダムで、もらえたりするんで、はい、今欲しい、めっちゃ欲しいね、武器とか防具とかあったら、ワンチャこれ出てくる可能性もあるんで、全然あるんでね、そして依頼をね、たくさんこなせばこなすほど、出る確率が上がっていくって感じだと思います。はい。それではね、ぜひね、ここをやって紫装備を集めていきましょう。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。はい、またいろんなスローリバー動画出していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録、グッドボタン、応援します。